皆さんこんにちは。前回に引き続き基本シリーズの2本目ということで、ブレンダー基本の方を作りました。前回の動画基本の木では、ブレンダーをインストールしたばかりの方におすすめの基本操作をまとめていますので、基本操作から復習したいという方はぜひこの動画からご覧ください。チャンネル登録もお待ちしております。今回の動画では初心者の方向けに、ボディハイヤーのうち生成の18機能に関する基本操作をまとめました。この動画をご覧いただくことで、ボディハイヤーの一連の基本操作をざっと学ぶことができるので、よろしければご覧ください。また項目ごとにチャプターにしていますので、操作を忘れてしまった際の辞書代わりにもご利用いただければと思います。ボディハイヤーについて簡単に説明します。ボディハイヤーとは一言で言うとエフェクトです。メッシュを直接変更せずに効果を付け加えることができます。単独ではなく複数の効果をつけることも可能です。モディファイヤーを立ち上げるときは、プロパティからモディファイヤープロパティを開きます。そうするとこのようにメニューがたくさん出てくるので、これをクリックすることで機能を追加することができます。今回の動画ではジェネレート、生成の機能について紹介いたします。配列では指定した方向にオブジェクトを複製、羅列することができます。使い方はオブジェクトを選択してモディファイヤープロパティを開き、 Add モディファイヤーをクリックします。配列を選択します。複製したい数を入力し、オフセットの X の値を調整します。 X 方向に5つ複製することができました。X 軸の値を0にして、 Y、Z の値を調整しても同様に X 軸方向に複製することができます。 Y 軸、Z 軸方向に配列させた場合はこんな感じです。 X、Y、Z の値を組み合わせることもできます。配列の設定が完了したら、適用をクリックしたら完了ですが、適用後は全てのオブジェクトがワンセットとなっていますが、分離させることもできます。タブで編集モードに切り替えて、メッシュから分離に進んで、構造的に分離したパーツでを選択します。これで複製したオブジェクトを分離させることができました。ベベルではオブジェクトの面取りをすることができます。オブジェクトを選択してモディファイアプロパティを開き、ベベルを選択します。アマウントの値を大きくするとベベルの幅が広くなります。セグメントの値を大きくするとベベルのセグメント数、区切りの数を増やすことができます。タブをエッジからバーティシスに変更すると、頂点に対してベベルをかけることができます。ブーリアンは重なった2つのオブジェクト同士をくり抜いたり統合させることができます。使い方はオブジェクトを選択してモディファイアプロパティを開き、ブーリアンをクリックします。ディファレンスのタブでオブジェクトに Q を選択します。これでくり抜く側のオブジェクトに Q が設定できました。次にくり抜く側 Q の方を非表示にします。きれいに立方体が Q でくり抜かれました。続いて立方体と球を2つ複製します。複製した立方体に対してユニオン、インターセクトをそれぞれ設定します。球をすべて非表示にします。ディファレンス、差分、ユニオン、合成、インターセクト、交差の完成です。モディファイアプロパティを開き、Add Modifier のメニューからビルドをクリックします。タイムラインのエリアをドラッグで上に持ち上げましょう。レングス、長さはタイムラインのフレーム数です。デフォルトでは100フレームでビルドが完成します。再生してみると面が徐々に表示されていきます。レングスの値を好みで調整してみましょう。ここでは50と入力したので50フレーム目でビルドが完了します。リバースにチェックを入れると、
面が徐々に非表示になります。ランダマイズにチェックを入れると面がランダムに表示されていきます。アドモディファイヤーのメニューからデシメイトをクリックします。比率の値を下げると元の形状を保ちながらメッシュの数を減らすことができます。通常の場合、編集モードに切り替えて立方体の面を選択して移動させるとこのように選択した面に近接する面も動きます。タブでオブジェクトモードに戻って別の立方体を選択してモディファイアプロパティからエッジスプリットを設定して適用させましょう。編集モードに切り替えて先ほどと同様に面を移動させると面だけが切り分けられました。これを辺分離と言います。他の面を動かしても同様に辺が分離されています。また先に辺を指定しておくとその辺だけを分離させることができます。オブジェクトモードに切り替えて別の立方体を選択して編集モードに切り替えます。正面の4辺をシフトキーを押しながら複数選択して右クリックしてマークシャープを選択します。モディファイアからエッジスプリットを設定してエッジアングルのチェックを外します。シャープエッジズのみにチェックが入っていることを確認ができたらオブジェクトモードに切り替えて適用させましょう。編集モードに切り替えて正面の面を選択して同様に移動させます。はい、ここまでは見え方が先ほどと一緒です。次に上側の面を Z 軸方向に移動させてみると今度は面が分離されずにくっついて移動できました。左側の面も同様です。このように辺を指定して辺分離することができました。モディファイアプロパティを開きマスクをクリックします。まだ表示する部分を指定していないので全てが非表示となります。一旦ディスプレイのアイコンで表示をさせておきましょう。まず頂点グループを作る必要があるので編集モードに切り替えます。シフトを押しながら任意の頂点をいくつか複数選択します。オブジェクトデータプロパティを開いてプラスをクリックします。左下のアサインをクリックします。これで頂点グループが設定できました。モディファイアプロパティに戻って頂点グループを開いてグループを指定しましょう。オブジェクトモードに切り替えてディスプレイのアイコンをクリックします。そうすると先ほど設定した頂点グループのみが表示されます。モディファイアプロパティを開いてミラーをクリックします。軸方向に対して表面を生成することができます。編集モードで片方のメッシュを編集すれば表面にも反映されるので編集時間を短縮することができます。サブディビジョンサーフェスの機能はメッシュを細分化することでオブジェクトを滑らかな形状にすることです。モディファイアプロパティを開いてサブディビジョンサーフェスをクリックします。ビューポートのレベルを上げるとより滑らかな形状にできます。でここで上げすぎてしまうと重たくなってしまうので適切に調整してください。仕上げに右クリックスムーズシェードをするとツルツルに仕上がります。まずはサブディビジョンサーフェスとマルチレゾリューションの違いを2匹のスザンヌちゃんで説明します。ここでサブディビジョンサーフェスとマルチレゾリューションを設定します。マルチレゾリューションでサブディバイドボタンを押すとサブディビジョンサーフェスと同様にメッシュを滑らかにすることができます。左右のスザンヌちゃんの見え方を比べると今のところ同じです。次にスカルプトモードで違いを確認します。左側のスザンヌちゃんの表面をドラッグしますがスカルプトは適用されません。一方右側のスザンヌちゃんの表面をドラッグでなぞってみると
カルプト機能を使うことができています。このようにマルチレゾリューションモディファイアはスカルプトと互換性があります。スカルプトでオブジェクトの詳細を調整したいときはマルチレゾリューション、全体を滑らかにしたいときはサブディビジョンサーフェスという形で使い分けます。ここではリメッシュの前準備としてテキストを準備していますので少々お待ちください。右クリックでコンバートトゥからメッシュにしてテキストをメッシュに切り替えました。このテキストのメッシュを編集モードで見てみると面が自動で貼られているのでメッシュが汚くなっています。オブジェクトモードに切り替えてモディファイアプロパティからリメッシュを選択します。ボクセルサイズを調整したりブロック、スムーズ、シャープ、ボクセルのタブを切り替えて構造を選択することができます。構造を選択したら適用させます。編集モードにすると四角の面だけで構成された美しいメッシュになっていることが確認できます。シフトプラス A でメッシュからサークルを追加します。 RX90 で X 軸方向に90度回転して G で少しだけ移動させます。コントロールプラス A でオールトランスフォームズを選択します。モディファイアプロパティを開きスクリューを選択します。スクリューの値を変更すると端の部分をこのようにずらすことができます。イテレーションズの値を増やすと反復作業で螺旋を増やすことができます。ステップビューポートの値を増やすと表面が滑らかになります。編集モードで頂点選択にしてE で頂点を押し出し追加を繰り返しました。タブキーでオブジェクトモードに切り替えてモディファイアプロパティからスキンを選択します。辺部分が肉付けされました。さらにサブディビジョンサーフェスを追加すると丸みを出すことができます。タブで編集モードに切り替えて A で全選択してコントロールプラス A で厚みを変更することができます。個々の頂点を選択してコントロールプラス A を押すことで個々に厚みを変更することもできます。ソリッド化を見やすくするために編集モードで上側の面を削除しました。モディファイアプロパティを開いてソリディファイをクリックします。幅の値を調整して厚みを加えることができます。モディファイアプロパティを開いてトライアングレートをクリックします。そうすると四角で構成されていた面を三角化することができました。ディスプレイのアイコンを押すと表示の切り替えができます。前準備としてシフトプラス A でメッシュから UV 球、ボリュームからエンプティを追加します。ボリュームを選択した状態でモディファイヤーからメッシュトゥボリュームを設定します。スポイトのマークをクリックしてオブジェクトに UV キーを選択します。デンシティの値を調整するとモヤモヤの感じが変わります。調整が完了したら適用させます。シフトプラス A でメッシュから ICO キーを追加します。ICO キーを選択した状態でモディファイヤーからボリュームトゥメッシュを設定します。スポイトのマークをクリックし先ほど作成したボリュームを選択します。ボリュームをメッシュに変更できました。溶接では近接している頂点を距離によって合併させることができます。前準備として編集モードでスザンヌちゃんの中心より右側の頂点を削除してオブジェクトモードに切り替えました。モディファイアプロパティでミラーをクリックします。一度ソリッドビューに切り替えて右クリックしスムーズ精度をかけます。マージのチェックを外すと真ん中に線が入りました。頂点が重なっている部分がこのようにカクカクしています。
そこでモディファイアープロパティでウェルドを追加します。真ん中の頂点がマージされました。ディスタンスの値を大きくするとその値以下の距離にある頂点同士がマージされます。ワイヤーフレームは辺に厚みをつけます。モディファイアープロパティを開き、ワイヤーフレームをクリックします。シックネスの値を変更するとワイヤーの幅を調整できます。ワイヤーフレーム表示とは異なってメッシュ自体がワイヤーになっています。今回の動画は以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルではブレンダー初心者の方向けのチュートリアルを投稿しています。ご興味いただけましたらチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。